マルタ包囲戦、またはマルタ大包囲戦は1565年にオスマン帝国がマルタ騎士団が治める地中海のマルタ島へ行った包囲戦である。最終的にマルタ騎士団が包囲軍の撃退に成功した。マルタ包囲戦は歴史上最も情け容赦ない血塗られた戦いの一つであり、16世紀ヨーロッパで起きた最も有名な出来事の一つとなった。 マルタ包囲戦ほど広く知られるものはないとさえ評したボルテールは少し大げさかもしれないがマルタ包囲戦がプレベザの海戦により地中海の覇権を手にしたオスマン帝国海軍の腐敗神話をくじきゼルバの海戦で大敗したスペインに西地中海での新たな局面をもたらしたことは確かであるこの包囲戦の前後オスマン帝国による西地中海への進攻は最高に 達しつつあった。1551年、オスマン帝国の支援を受けた海賊による攻撃で、マルタ島は一度戦場になっている。しかし1565年、オスマン帝国をこの包囲戦で撃退したのに続き、デパントの海戦での勝利により、スペインは西地中海の政界圏をオスマン帝国からじりじりと奪い返していく。 総長フィリップ・ビリエド・リラダンのマルタ島上陸そもそも、マルタ防衛を完遂したマルタ騎士団の由来は、12世紀前半にイエルサレムで設立され、当時盛んだった十字軍の一翼を担い、イスラム諸国から聖地防衛の戦いに当たった宗教騎士団西洋派の騎士団である。1530年10月26日に、総長フィリップ・ビリエド・リラダンと配下の騎士たちが、 マルタ島の古来よりの良好いるポートイルクバーへ到着して以来、マルタ騎士団の名前で知られるようになった。カール5世が彼らにマルタを領土として与えたのである。1522年、騎士団は本拠地としていたロドス島をオスマン帝国軍との6ヶ月間にわたる包囲戦の末に奪われた。本拠地を失った騎士団だったが、1530年に カール5世からいくつかの条件と引き換えに、マルタ島とご蔵島を授けようという呼びかけが入る。その条件とは、毎年一羽の高を、シチリア福王へ納め、成人の祝日すべてに、荘厳なミサをあげることであった。さらに北アフリカ沿岸のスペイン領トリポリの守備も、カルロス5世は、騎士団に要求した。北アフリカ沿岸は、オスマン帝国のバルバリア海賊支配下にあったからで、 ある。地中海でのオスマン帝国の半島。マルタ包囲戦当時は、スレーマン一世の在位にあたりピンクの領域に対応。ローマの南にあるシチリア島のさらに南に小さくマルタ島があり、ヨハネキシダ団と赤字で書かれている。マルタから地中海を隔てた南に見えるトリポリは、1510年にスペインによって征服され、1530年から、 マルタ騎士団の支配下に入ったが、1551年にオスマン帝国が征服したため、ピンクの領域になっている。マルタ島がカイロからヨーロッパへ侵入する際のオスマン帝国の前線に位置したことが伺える。新たな根拠地を与えられた騎士団だが、幹部たちの多くはロドストを再び取り戻す夢に固執していた。この申し出を受けるということは、スペイン王国に、 全面的に従属することに他ならず、騎士団の独立性が失われてしまうことを意味していた。さらに、マルタ島の5倍以上の面積があり、東ローマ帝国時代からの要塞が利用できたロドスと比べれば、マルタは、経済的にも、軍事的にも、価値の少ない地に見えたのである。しかし選択の余地はなく、騎士団はマルタに入ることとなった。騎士団はマルタを次第に要塞化。 異京都と思われる商船を襲撃し始めた。一方で、バルバリア海賊らが1540年代から1550年代を通して、西地中海の至るところで襲撃を増加させるにつれ、地中海の中央部に位置するマルタ周辺は、次第に東西をつなぐ、戦略上の重要な航路になっていった。当時バルバリア海賊の中でも特に、トゥルグトレース率いる船団は、 地中海中央部のカトリック教国に対して主要な脅威になりつつあった。1551年、トゥルグトとオスマン帝国の水難パシャ帝徳はおよそ1万人の軍勢でマルタ島に襲来した。オスマン軍は数日間マルタ島を攻撃、その後隣のゴゾ島へ移り、数日間島の要塞を砲撃した。ゴゾ島駐在のガラテアンドスス総徳は高戦は、 無駄であると考えて抵抗することなく、海上、海賊たちは町を略奪した。こうして、騎士団の動きを封じた上で、トゥルグトと水難は、トリポリへ南下、難なく占領した。地元の首領アガモラトは最初トリポリ総督に任命されたが、直後に、トゥルグト自身が一体を支配下に置いて、トリポリの米となった。地中海に浮かぶごぞ島と丸太島。 マルタ島中心の都市イムディーナは、赤四角で、グランドハーバー、マルサシュロック湾島は、青系色で示されている。右上の挿入図には、セイエルモトリデ、セイアンジェロトリデ、セイミケイレトリデの位置が赤丸で示されている。なお、シベラス半島を囲む湾の形は独特なので、他の挿絵を見る、際の目印になる。この事態に、騎士団総長不安でオメデスイコスコンは、 最進行が1年以内にあり得ると判断し、マルタ島のビルグ半島の先端に位置するセイアンジェロ、リデの強化を命令した。同様に新たな2つのリデ、セングレア半島に、セイミケーレトリデ、シベラス半島の突端にはセールモリデを新規に建設させた。2つのリデはわずか6ヶ月で完成、後の包囲戦において防衛側のようとなった。スペイン側の海賊と、 オスマン側の海賊の衝突は衰えることなく続き、さながら現代戦における通称破壊の様相を呈したものの、続く数年間は相対的に平穏であった。1557年、フランス貴族出身であるジャン・ドバレットが騎士団総長に選出された。彼は異教徒の商船への襲撃作戦を続行し、在職中に騎士団が率いる死略戦は、 莫大な財宝と約3000人のイスラーム教徒とユダヤ人からなる奴隷を獲得したとされる。しかし、1559年以降トゥルグとのスペイン沿岸部襲撃もまた増え始め、それを憂慮するカトリック教徒勢力を結集させた。トリポリから海賊らを追い立てるため、フェリッペ2世は過去50年間で最大級の遠征を決意した。当然、 マルタ騎士団は54隻のガレー船と14000人の兵員を編成して遠征に参加した。だが、遠征軍は1560年5月にピアーレ、パシャ帝督率いるオスマン艦隊とチュニジア沖のジェルバ島で交戦、戦力の半分が沈没、または打歩されるという壊滅的な敗北を被った。ジェルバでの大敗の後、オスマン軍のマルタ再進行の恐れは、 さらに高まった。1560年8月に、ジャン・ドバレットは、騎士団員へ地ジオを根をかけ、すべてにおいて、騎士団が優先されるとして、マルタへの帰還と戦闘準備を命じた。騎士団にとって幸いなことに、この時は、後継者問題で揺れるオスマン側は何も行動を起こそうとせず、騎士団とスペインが軍を再建する時間を与えた。戦力を充実させつつ、騎士団は、 異京都と見られる船を襲いで役立つし続けた。1564年半ば、騎士団で最も悪名高い船乗り、マトゥリン・ロメガスがいくつかの大型商船を捉えた。その中には、高級の観覧庁所有の船が含まれており、カイロ総督、アレクサンドリア総督、スレーマン一世の娘のウバだったものといった、多数の位の高い人々を連行した。百六十五年初頭。 イスタンブールに潜入していたドバレットのスパイが、進行が差し迫っていることを知らせた。ドバレットはイタリアで母兵を開し、物資の貯蔵を進め、聖アンジェロトリデ、聖ミケーレトリデ、セイエルモトリでの整備を完了させた。1565年3月下旬、オスマン帝国の艦隊がイスタンブールを出撃した。包囲戦で最も早く戦機を残した騎士、ジャコモ・ボジオは、 オスマン艦隊が、ガレー131隻、小型ガレー7隻、大型ガレー4隻、その他輸送船舶も含めて、計193隻から構成されていたと記録している。騎士団がフェリペ2世へ送った報告では、ガレー130隻、小型ガレー温泉30隻、大型ホブネ10隻、その他およそ200隻前後のカラムサル船からなり、 二ヶ月後に、ガレー戦四十一隻とフスタ戦三隻が増援したと記している。同時期に、シチリア副王、ビリアフランカデル・ビエルソコーガルシア・アルバレスでトレドイ、オソリオの書簡も、上記と似通った、船舶数を記していた。なお、騎士団のガレーの小ぎ手に、ムスリム奴隷が使われているのは重労働のためであり、同じく、オスマン側のガレーでは、 キリスト教徒の奴隷が小切手に使われていた。イタリア系スペイン人傭兵、フランシスコ・バルビディ・コレレッジョの有名な包囲戦日記から双方の軍構成が伝えられている。また根拠が曖昧であるが、騎士イポリト・サンスもオスマン軍の数についておよそ4万8000人という数字を載せている。同時代の作家らはもっと少ない。包囲戦が始まった4日後に、 フェリッペ2世が書いた手紙には、上陸した兵士の数は、1万5千人から1万6千人の間、それには700人かそれ以上のひなわ銃のいて、400人の家にチり、300人のスイーパーヒーが含まれているとの報告を受けたとある。一方で、包囲戦の1ヶ月後に、ドイツの修道院長へ宛てて書いた手紙には、牢上する年から、このオスマン艦隊は250隻の船、 三大海が令、二段海が令、その他船舶から構成されている。最も近い外産では、敵軍の戦闘員は4万人と計算することができると書いていた。包囲戦の間でも、シチリアとの連絡は保たれ、所管のやりとりは絶えずあったが、騎士団の主力船長、ヴィンチェンツ・アナスタージは、敵軍はたった2万2千人だと申し立てている。当時のその他のいくつかの手紙では、 同じような数が挙げられていた。しかし、ボジオが合計でおよそ3万人という数字を推測したことは、コルレッジョの記録にある名前が付けられた軍隊の人数と矛盾しないと思われる。その他の初期の記録は、ボジオ、コルレッジョの概算と似た数字を残している。16世紀のガレーの容量を考えると、通常は兵士の乗り込みは70人から150人の間とされた。 アナスタージは、シチリア副王にあてた書簡で、少ない人数であってもできるだけ早く救援を送るようと言っていた。オスマン軍の兵力については、オスマン側に記録がなく、キリスト教側の資料も数字が分かれ、真実の数字を知ることはもはやできないだろうが、約3万人程度というところで、歴史家の意見は一致している。防衛側の人数においては、コルレッジョの出した数は明らかに少ない。 島には、騎士、兵士3000人、民兵1万人、奴隷500人がいたが、民兵の多くは武器の扱い方になれない人々であった。トップカップ宮殿そばにあるトゥルグトレイス像5月18日の夜明け頃、ついに、マルタ近海にオスマン艦隊が姿を現した。彼らは、島の南岸へ向かいマルサシュロック港で停泊した。グランドハーバーとして知られている大港から南東へ、 わずか10キロの地点である。マルタ騎士団は、奴隷や、逃亡の恐れがある者を容赦なく投獄し、戦闘に役に立たない者も、城外へ退去させた。一方で戦闘に耐え得ると判断された者は、火山や家畜を連れて、イムディーナなどの内陸にある城塞へ避難させた。そして収穫しきれなかった畑の作物を破棄し、貴重な水源を敵に利用されぬよう約草を、 放り込んで味を変えたという。コルレッジョの記録によれば、上陸軍の司令官であるララムスタファパシャ将軍と艦隊を率いていたピアリパシャ提督との間で、停泊地を巡って早くも議論が起こった。狭い地域に軍勢が集中することによる混雑を懸念するピアリパシャは、首都に近接するグランドハーバーの真北にあり、シロッコを避けられる、 マルサシュロック港より上陸すべきとした。しかし、任務の地帯による援軍到着を懸念するララムスタファパ社は同意せず、艦隊の怒りを下ろすのは港の入り口を守る、セイエルも砦出そばであり、そこから直接この砦出を占領する必要があるとした。ララムスタファパ社は、マルタの中心地。 グランドハーバーを上陸後一気に攻撃するつもりであり、同時に陸上からセイアンジェロトリデとセイミケーレトリデを攻撃するつもりであった。セールモトリデは銃が据え付けられた後、5月下旬には砲撃により明け渡されたという。スレーマンが軍の指揮権を3人の指揮官に分けていたことは、後に彼らの間に深刻な亀裂を生むことになる。まず、ピアリとムスタファの間で、 トリポリからトゥルグトが到着してからは、同じ戦場に3人の憔水が平等に指揮権を保持していた。同時期に、イスタンブールからの届いたスパイの手紙には、計画が最初にセールモトリでの掌握を設定していたと示唆している。上陸を完了し、進撃を始めたオスマン軍部隊に対し、マルタ基地団側も各所で応戦を始めた。マルタ包囲戦の様子。 水上には多数のオスマン軍船、陸上には白煙を上げるオスマン軍工場法が描かれている。マルタ騎士団、オスマン軍の旗に注目すると両軍が区別できる。中心上部のセイエルモトリデ、右側のセイアンジェロトリデ、セイミケーレトリデは完全に包囲されている。マルタ騎士団との小競り合いを制しつつ、オスマン軍はグランドハーバーに陸側から接近。 シベラス半島を進んでまずセールモトリデの攻略に取り掛かった。セールモトリデには騎士100人と兵士500人が守備隊として配置され、シチリア複合ガルシアが約束した救援隊が到着するまでオスマン側の攻撃を地帯させるべく守する構えを見せていた。対するオスマン側はシベラス半島の丘陵地に36箇所の砲台を据え猛烈な砲撃を加えた。 1> 約一週間でセイエルモトリデは、瓦礫と見曲がうばかりに破壊された。マルタ騎士団側も夜ごと湾を横断して、セイエルモトリデに、物資の補給を行ったが、やがて、オスマン側の妨害にあって中断せざるを得なかった。上と疲労から、オスマン軍への逃亡が見られ始めた6月8日には、守備隊より、 取り出内部は反乱の瀬戸際にあり、手にした剣で死ぬために反乱分子の処分を早朝に希望してきた。この希望は許可され、逃亡の恐れがある者はいなくなった。取り出の形成を吟味するため、四隻のガレーで港から遠望した。騎士団員が大昇水と異なる意見を伝達すると、大昇水は、もし騎士と兵士が死守命令の実行を恐れるならば、交代要員を送ると言った。 マルタ包囲戦セールモトリデの陥落守備隊は、猛攻撃に反撃しながら持ちこたえた。トゥルグとアミナトへの往来を妨害させ、6月23日、ついに、オスマン側はセールモトリデを奪った。騎士以外の守備隊員をほぼ皆殺しにし、いくらかの人間を、トリデから海へ捨てた。少数は海中へと飛び込んだが溺死した。しかしオスマン側も、 トゥルグト自身がトリデ攻略準備中に砲撃によって受けた耳の傷が元で戦死。彼は6月17日に重傷を負っていた。セイルもトリデを奪取したとはいえ、セイエルもトリデの襲撃で約4000人のオスマン兵が負傷、戦死したと言われる。その多くはアフリカ兵であった。多くの損失を出しつつも、ムスタファは攻略を諦める意図を持っていなかった。 ピアリパシャは死亡したトゥルグトの後継に、トゥルグトの部下でイタリア生まれの解放奴隷、ウルッチアリレースを指名した。7月15日、ムスタファは、セングレアのある岬に対する攻撃を指示した。まずシベラスさんから、グランドハーバーへ横切る100隻の小船舶隊が、海と接するセイミケレトリデを攻撃し、その間に岬に対する攻撃を計画した。ビルグのセアンジェロトリデ、 セングレアのセイミケーレ砦周辺のマルタ包囲戦の様子。セイミケーレ砦が左のオスマン軍より水陸両面からの攻撃にさらされている。両砦の間には浮き橋も描かれている。マルタ側にとって幸運なことにオスマン側からの脱走者がこの岬に対する計画を破棄、知るところとなった。この作戦により余裕ができた首都側はその間に 城壁や砦を修復した。救援隊が浮橋を横断して、セ未経営取りへ渡ることができたため、オスマン側の攻撃は失敗した。オスマン側は、セングレアとビールグを環状に囲み、全体の一部に当たる65台の工場用大砲で、長時間首都を砲撃した。ムスタファは、この砲撃で首都の保留位が広範囲に破壊されたのを、確認してから8月7日に、 第三次総攻撃を命じた。この時は、セ聖レミサ岬とビルグそのものに対しての攻撃を命令した。この結果オスマン側は首都の防壁を突破し、包囲戦は終了したかに見えたが、9月7日にシチリアからの援軍が上陸、オスマン側は撤退した。騎兵隊司令官、ヴィンチェンツ・アナスタージは、小病人の残された野戦病院を攻撃し大半を虐殺した。 8月7日の攻撃の後、オスマン側は、セングレアのセーミ未経レトリデと、ビルグへの砲撃を再び始めた。8月19日から21日の間、首都に対する総攻撃を準備しながらである。この3日間に行われた激しい戦いで実際何が起こったのかは、全体的に明らかでない。ビルグにある銃眼付き橋壁包囲戦のただ中にあった、ある箇所では、 外から侵入しようと、オスマン側が掘った行動が通じたせいで、防護壁を開け放っていた。総長は自ら危険を顧みずに戦闘に加わり首都を救った。総長は彼の存在は奇跡として作用し、脅威を与える立場にいた。手には剣を持ち、オスマン軍が退却するまで最も危険な場所に身を置いていた。という状態にあった。ボジオは成功を収めた。 行動爆破の記述を残していない。むしろ、首都に牢上する住民が、壁の外側にいる、オスマン正規軍を探る際にはパニックが続いて、総長は向こう側へ走り込んだが、オスマン兵を一人も見つけられなかった。その間、一人の奉仕が、聖アンジェロを取り出の頂上で、同じパニックのため恐怖に襲われ、味方でありながら発砲して彼は、首都の住民一人を殺してしまった。 戦いのいつ頃か不明であるが、オスマン側が捕らえた騎士の首を切り、その頭部を砲丸代わりに打ち込んでくれば、騎士団側もオスマン兵の首を切って、同様の行為を命じたという逸話があるが、実際は困窮する騎士団側はオスマン兵を捕らえることはせず、即時に殺害していた。状況は悲惨で、8月の5日の時点では、騎士団の長老会議が内情を捨てて、 セイアンジェロトリデへ退却することを決めていた。しかし大将水はこの申し出を拒否した。砲撃と行動からの攻撃が続いていたが、侵入者は疾病と上と初熱都市機関の対立に苦しんでいた。8月下旬、オスマン側はセイミケールトリデを通ろうと試みた。オスマン勢は最初にマンタの助けで進み、 小さな工場兵器を盾で覆い隠し、全面を茶色に塗った工場塔を使った。どちらのケースでも、マルタ側の工兵が地下道を掘り、岩石の欠片を至るところにばらまき、連続した一斉砲撃によって敵の建設物を破壊した。イムディの死街9月初頭、スレーマン一斉は増援の派遣と最後の攻勢を指示し、時間が足りなければ冬を越させる計画であった。 オスマン側は市街へと突入、セ未経営トリデと内情との遮断に成功する。しかし、陥落寸前の9月7日、マルタ側を救援する目的で、スペインの海軍司令官であり、シチリア復興でもある、ガルシアデトレドが、島北方の聖パウロ湾におよそ8000人の兵を、従い上陸した。これより先に、オスマン側は、この救援の情報を把握していたが、 より救援軍の規模が多いという誤情報に騙され、救援軍の上陸の法を受けた9月8日、形成不利と見たムスタファは、包囲を解き、大砲を船へ積み込み、撤退準備を始めた。9月11日、オスマン側がマルタを撤退した後、傷病のため取り残された、オスマン軍の野戦病院を襲撃し大半を虐殺した。オスマン軍は、 おそらく戦闘と疾病とこの災難で兵の1、3を失ったと推測される。マルタ包囲戦から逃走する、オスマン軍、マッテオ・ペレス・ダレッジョが犠牲者の数は侵入者の、数同様、定かではない。コレッジョによると、トルコ人死者は3万5千人、ボジオによると戦員を含んで3万人だとしている。別のいくつかの記録ではおよそ3万人と伝えている。 オスマン側の記録では1万人とあるが、海賊や義勇兵の記録がないので、実際はもっと多いと思われる。マルタ騎士団は騎士、兵士の後、6に相当する住民7000人強を失った。ビルグとセングレアは激しい戦いの結果、すっかり平らになってしまった。しかし、多額の献金が島へ流れ込み、シベラス山のふもとに、 要塞都市、ラバレッタを建設する後押しをした。西地中海での勢力争いに影響しない島ならば、マルタの被害は小さく済んだだろう。この戦いは16世紀における、オスマン帝国の最初の敗北となり、スペイン王国の指揮を引き上げた。英語で、記載の参考文献、外部リンクについては、英語版作成時に参考とされたものを記載しております。 日本語版作成の際には参考にしておりません。ありがとうございます。